アントン・フォンベルナーはドイツの画家である。プロイセン王国の政治的、軍事的出来事をテーマに歴史画を描き、当時のプロイセンで最も有力な画家になった。ブランデンブルク州のフランクフルト・アンデア・オーダーで生まれた。1857年に装飾画家のもとで見習いをした後、1860年からベルリンのプロイセン美術アカデミーに入学し、1年後、 カールスルーエの美術学校に移り、ヨハン・ビルヘルム・シルマー、アドルフ・シュレーターや、カール・フリードリヒ・レッシングに学んだ。カールスルーエでは、音楽家のエドワルト・デ・フリンと、ヨハネス・ブラームス、クララ・シューマン、文学者のパウル・フォンハイゼや、ノルウェー生まれの画家、ハンス・ギューデラと知り合った。親しくなった文学者のシェッフェルに紹介を受けて、バーデン大公、フリードリヒ一世の講演を得た。 1865年からと1867年にパリを訪れ、新古典主義の画家、ドミニク・アングルや、ウジェーヌ・ヌドラ・クロワ、エルネスト・メソニエ、レオン・コニエといった画家の作品に影響を受けた。コニエとは面会も果たした。留学奨学金を得て1868年にローマに旅し、アンゼルム・ホイエル・バッハと1年ほどローマに滞在した。 ドイツに帰国後政府の依頼で作品を制作した、不仏戦争が始まると、1870年に、プロイセン皇太子、フリードリヒ三世が指揮する部隊に同行し、セダンの戦いなどのに関する絵画を描いた。プロイセンの王族や、皇官とも知り合い多くの肖像画も描いた。1873年に、ベルリンの美術アカデミーの教授に任じられ、1875年に、 アカデミーの校長に認じられた。ベルリンの美術界を代表する画家となるが、新しい絵画のスタイルには、否定的でベルリン分流派などの芸術家グループが形成されることになった。ありがとうございます。